なんだよここ。見るからに危ねえ感じがするぜ。これ祭壇かしら。たくみ見て、あそこに。贄を捧げる特別な儀式の最中、邪魔をしないでもらおうか。あっ、ピエモン。なんか怖い。こうして顔を合わせるとはっきりわかるわ。やっぱりあいつ強い。ににえって、生贄のこと？そうはさせないわ。みゆきを返しなさい。声に力がないな。私を恐れているのだろう。すげえ迫力だ。ビリビリ来やがる。だが逃げるわけにはいかねえんだよ。何のために生贄なんか捧げてるのか知らねえが、俺たちを巻き込むなら容赦はしない。弱い者ほどよく吠える。実にくだらない。だが弱者には弱者の使いようがある。お前らも主様への贄となれ。みゆきだけじゃなくて僕たちをも利用しようっていうのか。どうして生贄なんか必要なんだ。お前の目的は何なんだ。この地に広がる厄災を払うため、主様の望みを叶えるため。無知なる弱者よ、己の愚かさを呪いながら食われるがいい。愚か者どもめ。軽くひねってやりましょう。勤勉に使いなさい。よし、俺が行こう。勝つんだ。ヤタガラモン、全ては整った。私の番ね。僕の番だね。俺に任せておけ。
の番だね。行くぞ。一夜マン。よし。突破するぞ。俺に任せておけ。軽くひねってやりましょう。勤勉に使いなさい。俺に任せておけ。覚悟。どんな風に行動する？私の番ね。軽くひ
ねってやる。俺に任せておけ。俺の力も上乗せしよう。どうだ。どんな風に行動する。ドラゴンアタック。私の番ね。俺に任せておけ。でよっ。どんな風に行動する。ドラゴンアタック。私の番ね。軽くひねってやりましょう。勤勉に使えなさい。俺に任せておけ。でよっ。苦しいな。私の番ね。この動きでよかったか。手当てしてあげるわ。
ひねってやる。俺に任せておけ。俺の力も上乗せしよう。どんな風に行動する？私も手伝うわ。俺に任せておけ。どんな風に行動する？私の番ね。この動きでよかったか？手当てしてあげるわ。軽くひねってやりましょう。勤勉に使いなさい。俺に任せておけ。どんな風に行動する？私の番ね。軽くひねって俺に任せておけ。どんな風に行動する？私の番ね。軽くひねってやりましょう。俺に任せておけ。
な風に行動する。私の番ね。軽くひねってやりましょう。勤勉に使いなさい。俺に任せておけ。ミカフツの神。どんな風に行動する。私の番ね。軽くひねってやりましょう。切り刻んでくれる。俺に任せておけ。手こわすぎる。待って、みんな、こいつと戦ってる場合じゃない。見て、あそこ。あの霧、修二さんたちが消えた時と同じ。あの霧、みゆきちゃんにどんどん近づいてるわ。このままじゃみゆきが取り込まれちまう。なんとかしねえと。させるものか、みゆき。教授、まさかみゆきを助けようと。そんな、一人じゃ無茶です、教授。この私が巫女への手出しを許すと思ったか。何だガルルモン。俺はこの老いぼれを許さねえ。この身を焦がす恨みを忘れねえ。だからこそ俺の恨みを受ける前の半端な状態で死なれちゃ困るんだよ。所詮はお前も愚か者の仲間だったというわけか。ならば愚か者同士、仲良くここで世界の餌となれ。頼む、ガルルモン。
一度だけでいい。もう一度だけ私に力を貸してくれ。ミユキもレナモンも君も、私はもう二度と苦しめたくないのだ。仕方ねえ、今だけは手を貸してやる。我が運命の獣神よ、かつて築いた絆を今一度ここに。ガルルモン進化。力を見せつけてやるぜ。わあ、ガルルモン。ガルルモンが教授に答えて進化した。行こう、タクマ君、みんな、ミユキが霧に連れて行かれる前に。さっさとピエモンを倒して、ミコ、ミユキを助けるぞ。わかりました。守れる力を。ゼルゼロモン、これならば。軽くひねってやりましょう。切り刻んでくれる。俺に任せておけ。行くぞ。私が動こう。この動きでよかったか。ヘルファイア。上がってこいよ。カイザーネイル。か
悪語。立っていたのはオイラだったな。私に膝をつかせるとはな。ガルルモン、この裏切り者め、貴様もこの世界を闇に飲ませたいのか。ふん、まさか俺が裏切り者と呼ばれる羽目になるとはな。俺はお前ほど主を信じていなかった。それだけのことだ。ずっと気になっていたの。主って一体何なんですか？そうよ、それにどうして生贄が必要なの？みゆきちゃんもなんで巫女って呼ばれてるの？私が素直に答えるとでも？往生際の悪いやつだ。お前は負けたんだ。これ以上ボコボコにされたくなかったら。私が負けた？私が負けただと？だからお前たちは無知で愚かだというのだ。何それ、どういう。ミュー、俺の後ろに下がれ。なんだ、世界が一瞬大きく揺れた。なんだこれ、空気が変わった。なんかやばい感じじゃねえか。しまった、みゆき。やべえ、みんな逃げろ。待って、ミノル君、みゆきちゃんがまだ祭壇にいるのよ。さあ儀式を始めようぞ。我らが主よ、かよわき我々が失礼し、この祭壇よりこの荷へ人間の子供を捧げ立てまつる。ダメだ、たくまくん。霧の中に突っ込んだら、みゆきちゃんどころかタクマが死んじゃうよ。でも動けない子を見殺しにはできないよ。だからってこれじゃあなたが犠牲に。そんなのダメよ。そうだ、みゆきのことは私の問題だ。タクマ君をも失うことになったら。戻れる保証がないのは分かってます。でも動けないみゆきだけが飲み込まれるよりマシなはずだ。大丈夫、みゆきを連れて絶対に戻るから。バカ野郎、死にに行くようなもんだろ。待てって。たくまさん、ダメ。ごめん、みんな行ってくる。
消えちゃった。嘘でしょ、タクマさん。タクマさん、止められなかった。私は ガルルモン、待ってくれ。どこへ行くんだ。勘違いするな。俺はまだお前を許したわけじゃない。今回は手を貸したが、それはあのピエロ野郎が気に食わなかっただけだ。だったら次はどうなるかわからん。出会った瞬間にお前の喉元を食いちぎるかもしれないぞ。俺の心にはまだ迷いがある。まだお前の近くにはとどまれねえんだよ。俺は行く。止めるんじゃねえ。ガルルモン、こんなところでさよならじゃねえよな。二人ともそのうちひょっこり戻ってくるよな。誰だ。欲しい他人愛。欲しい力、知識、存在、魂、心、すべてをよこせ。ダメ。そこにいてはダメ。こっちへ来て。あれ、ここはタクマ、ハグモン、よかった、無事だったのか。うん、タクマも無事でよかったぞ。気がついた、タクマさん。みゆき、私のことがわかるのね。暗闇に取り込まれずに済んで本当によかった。うん、みゆきこそ無事みたいでよかった。みゆき、おしゃべりできるようになったんだな。うん、一緒にいたのにずっと黙っていてごめんなさい。あれでも精一杯だったの。みんなの言葉に反応したくてもできなかった。私はこの世界の主に魂を半分奪われていたから。世界の主に魂を。私とタクマさんを取り込んだあの霧、あれは主の力の一端。私はずいぶん昔にあの霧に取り込まれて、もうどれくらい経ったのかな。長い年月、心を食われ、意志を奪われ、私は魂の半分を主に消費され続けていた。そして魂の残り、かろうじて主に捕まらずに済んだ、
もう半分。それが獣神の世界で、たくまさんたちが出会った、私なの。春が守ってくれていなかったら、とっくに魂の残り半分も食い尽くされていたわ。私だけじゃない。たくまさんも、さっきは危ないところだった。もしかして、さっきの暗い空間で、光の方に来なかったら。きっと私と同じように取り込まれていたわ。いえ、きっと私よりも深く、魂や命、存在のすべてを食い尽くされていたと思う。そっか。ギリギリのところだったんだ。ありがとう、みゆき。助かったよ。え？霧に飛び込んだ時、みゆきが消えちゃうかもって、ただただ必死だった。だけど、よく考えたら僕だって、霧に飲まれたらどうなるかわからなかったんだよね。助けてくれてありがとう。こうして話ができてよかったよ。お礼を言うのは私の方で。私今まであなたたちの役になんて立ってなかったのに。それなのにたくまさんは自分の身を顧みず、私を助けようとしてくれた。私こそ、ありがとう。そんなあなただから。いけない。主が私たちの居場所に気づいたんだわ。なんとかしないと。天に輝く。あまたの星よ。歌？なんでこんな時に。いにしえよりのぬくもりは消えず。これ、攻撃されてるのか？みゆきも歌ってる場合じゃないよ、隠れないと。あ、待てよ。みゆきのこの歌、どこかで聞いた。みとものあらじ、この世界。頭の子はね、響きけり。みゆき、待ってくれ。まだ聞きたいことがたくさん。光が。撃った。世界が再びつながった。逃さぬ、巫女よ。巫女の力にて、取り戻さなくては。力、知識、存在、魂、心。彼方のすべてを我が血肉に逃さぬ。